ワルタマは中国の漫画家、一厚氏によるウェブコミック、同国のテンセントアニメにて連載中。日本のアニメ制作会社、スタジオディーンによりアニメ化され、2018年7月より放送、配信開始。霊剣山に続き、テンセントとスタジオディーンによる合作プロジェクト、テンセントスタジオディーンアニメプロジェクトの第2弾である。四人では、 到底叶なわない別次元の知識や才能を有する天才たち。それは天性のものであり、努力して得られるものではないはずだった。しかし、悪、玉と呼ばれる人形を持てば、それだけで常人でも瞬時に天才となれるのだ。平凡な才能しか持たないダンサーの少女、愛は、親友、町とのダンサーとしての才能を見せつけられて落ち込んで、 いたが、ひょんなことから彼女の才能が、悪玉によるものだと知ってしまう。その後、町は悪、玉を作る、裁縫師、クリスティロスとなってしまい、愛は町を救うべく救済者となる。日本では、悪玉引く、天才人形マイナスと題し、2018年7月から9月まで放送された。中国では、検閲部門に排除し、天才、ガン玉のタイトルで配信される。 放送前週の同時刻には、メインキャストの顔出し出演による、事前版宣特番、放送直前、SP 天才の作り方を教えますを放送。このほか、書きサイトにて順次配信開始。ワるル玉引く、天才人形マイナスに関するカテゴリー。ありがとうございます。